はい、こんにちは、116インズです。昨日のカルフーンの動画で MLB では5月2日から特例で28人に拡大となっていたロースターが26人に縮小されるとお話をしたと思いますが、その過程でカルフーン以上のサプライズがありましたね。メッツがベテランのロビンソン・カノーを DFA、 MLB の40人枠から外す措置を取りました。意味合いとしては、今回のカノーの DFA はチームからの戦力外に近いような措置ですね。カノーはマリナーズ時代に結んだ10年総額2億4000万ドルの契約が来期まで残っており、2018年オフのトレードでその契約を引き継いだメッツは、来期まで合計4000万ドル近い年俸をカノーに対して支払う必要が DFA したとしてもあるんですが、メッツからすればそのカノーに対するお金を捨ててでも彼をロースターから今外したかったと。ベストメンバーを組むためにメッツのビリー・エップラー GM はカノーの DFA が必要と考えたものの、チームにいない選手に対して非常に巨額のお金をオーナーのスティーブ・コーエンに支払ってもらうことになるため DFA 前に相談に行ったようですが、コーエンオーナーはお金などではなく野球チームとして必要な決断を下すよう指示。メッツファンでもあり、チームの勝利を何よりも願うコーエンオーナーらしい指示で、ドミニク・スミス、ジェリー・デイビス、ルイス・ギオルメ、トラビス・ジャンコースキーらをロースターに残したかったメッツフロントにより、今回のカノーの DFA へと発展しました。カノーの DFA の可能性自体は一部メディアが取り上げていましたし、今期のカノーのここまでの成績、12試合で打率1割9分5厘、OPS も5割1厘と考えれば大きな驚きでもないんですが、やっぱり昨年エンゼルスのプホルスが DFA となった時と同様に、かつてのスター選手であることも踏まえるとマジかーという気持ちにはなりますね。いつかは来るとは思っていましたが、とうとうその日が来たかと実感しました。カノーといえば2000年代中盤からヤンキース不動のセカンドとして活躍した選手という印象が多くの人にとっても特に強いですかね。どんなボールでも簡単にヒットにしてしまうような手話なバッティングに、言い方は悪いかもしれませんが、ものすごく真面目に守っているようには見えないのに、守備では度肝を抜くプレーを決めたりと本当に花のある選手で、ヤンキース時代はオールスターに5回選出。その後、冒頭でも触れた10年契約で2014年からマリナーズに移籍して、ここでもオールスタークラスの活躍を見せ、クルーズやシーガーと打線の中軸としてのバッティングはチームがまさに期待していたスーパースターの姿そのものでした。2016年なんて、あのセーフコでセカンドながら39本打ってウィンザボリプレイスメント 7.3 ですからね。契約はめちゃくちゃ高かったものの、それに見合う活躍、これが MLB を代表するスーパースターたるゆえんを示してくれました。しかし、そんな可能でもマリナーズをプレイオフへ導くことはできず、チームも2018年オフに何度目かわからない再建のフェーズに突入すると、チームの将来構想にマッチしない可能の大型契約が一転して重荷に。彼のトレードを模索したところ、可能の代理人であるブローディ・バンワゲネンが GM に就任したばかりでブルペン補強を目論むメッツが、エドウィン・ディアスと共に可能の契約を引き取ってくれて、メッツへの移籍が実現。この時点で36歳でしたが、成績の面で衰えはまだ見えておらず、6年ぶりに戻ってきたニューヨークでまたスターらしいプレーを見せてくれるものと思われました。しかし、メッツへの移籍を機に可能のキャリアは下り坂に差し掛かってしまいましたよね。メッツ移籍1年目の2019年は怪我などの影響もあったとはいえ、107試合で打率2割5分6厘、OPS 7割3分6厘、ホームランも13本。カノーの全盛期しか知らないニューヨークのファンからすれば、まあ物足りない成績で、またディアスもクローザーとして期待外れだったため、オフのトレードは大失敗だったと叩く声も多かった印象です。短縮シーズンの2020年は打率3割1分6厘、OPS 8割9分6厘で復活を感じさせるシーズンを送りますが、直後に禁止薬物使用が発覚し出場停止。カノーはマリナーズ時代の2018年にも禁止薬物使用で80試合の出場停止処分を受けており、これが2回目の違反となってしまいました。結果としてカノーは2021年シーズン全試合出場停止となり、昨年は全休。2020年の復活は薬のおかげという感じにもなってしまいましたよね。出場停止が明けた今季復帰を果たすも、打率が1割9分5厘。メッツ時代の3年間で稼いだウィンザーボリプレイスメントはわずかに 1.2。 39歳の選手がここから復活することにかけるのも分が悪いでしょうから、メッツが今回の決断を下したのも理解はできますね。メッツはここから7日間の間にカノーをトレードするなど、今後の彼の処遇を決めていくことになりますが、彼の年俸の問題やそもそもの成績もあって、トレードで移籍する可能性はおそらく低く、最終的にはメッツからリリースとなるでしょう。リリースとなれば FA として他球団との契約が可能となり、また契約の残りについても MLB の最低年俸分を除いて全てメッツが負担することとなるため、最低年俸でいいならカノーの元々の力を信じてちょっと獲得してみるかと思うチームは出てくるかもしれません。
まあ、今季のここまでがそもそも悪すぎるので、彼に興味を示すチームがどれほど出てくるかは不明ではあるんですが、カノーの去就はしばらくしたら明らかになるでしょう。ただ、もしそういったチームが現れなかった場合、引退の可能性もゼロではないのかなと。オールスター通算8回、シルバースラッガー賞5回、ゴールドグラブ賞2回、通算成績も素晴らしく、通算打率が3割2厘、OPS 8割4分2厘、2632安打に335本のホームラン、ウィンズアブリプレイスメントも 69.1、キャリア通してほぼセカンド一筋でこの打撃成績なら、普通は殿堂入りの議論にも十分加われたと思いますが、2度の禁止薬物使用によってその可能性はほぼ閉ざされたと言ってもいいでしょう。ヤンキース時代、マリナーズ時代と華々しく活躍したカノーを思うと、今こうして DFA されるような選手となってしまったことは、時の流れも感じて寂しさもありますが、まあこれもある種野球界でのビジネス的な日常です。カノー自身まだまだ現役を続ける意思はあるようですので、まずはそちらの希望が叶うといいなと願っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。